俺の勝ちだ。どうだ、戦術の威力思い知ったか。いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。あとは封印するだけだ、長門。何よ、まさかこれくらいでギブアップなの。何は、意外と大したことないんですね。まだまだ上を目指さなければな。やりました、体術の大勝利です。頑張ったのは認めてあげるわ。やっと終わったか、これでのんびりできるぜ。やったー、祝勝会は焼肉だ。そんなんで私に勝てると思ったわけ。笑っちゃうわ。平和への道、最後まで歩いてみせるさ。力とは意志ではなく物質の起こす事象のことだ。それがお前の実力か。がっかりさせてくれる。おお、なかなかやるな。だがそれが限界だ。俺の勝ちだ。達者なのは口だけじゃねえのか。ああ、もう少し手加減した方が良かったかな。俺を相手にするには何もかも足りていない。これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。終わりだ。相手が悪かった。ヤッホー、楽勝だぜ。いい感じだ。かなり目立つことができた。頑張った分だけ強くなれた気がする。そう簡単に俺を倒すことはできないよ。かなりチャクラを消耗してしまったな。お前のおかげで非常にいい汗がかけたぞ。少しやりすぎちまったか。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。この力で未来を切り開いてみせる。からくりを舐めてんじゃねえぞ。なんだ、もうギブアップなのか。情けない。このわしには遠く及ばぬと分かったか。どうです、俺の活躍ぶり。お前の戦闘経験など俺のそれには到底及ばん。最高の儀式だったぜ。コレクションに加える気にもならねえな。芸術は爆発だ。うん、暴れたりませんね。もう一戦いかがです。逃げて逃げて、生にしがみつくがいい。冷静に対処すればどんな相手も穴が浮かぶもの。ここに神も天使も必要ない。真に必要なのは人の平和だけ。少しは痛みが理解できたか。腕を磨いて出直してこい。負けられぬ理由がある。お前にもいずれ分かろう。単にわしはやれん。うん、問題ない。
俺の勝ちだ。私は負けることが許されない立場にいるんだよ。忍びらしく戦場で散ったか。伝説の三人の名は伊達ではない。わしの勝ちだ、長門。任務完了。俺の勝ちだ。俺だってやればできるんだ。侍道は核も続く。極めの域にはまだ遠い。ここまで戦った褒美だ。お前は俺が英雄として語り継ぐ。全く敵じゃなかったっす。おととい来やがれっす。悪いな、手加減は苦手なんだよ。語尾と共にあるのだ。そう簡単に屈しはせん。未熟者め、己を見つめ直すがいい。っていうか負けるわけないし、すごく強いからな俺は。私の飼っているニビの方がお前の数倍じゃじゃ馬だ。終わりですね。では僕はこれで。ふん、話にならねえな。この僕に隙を見せるなんて愚かしい存在だ。弱いな君、もう少し頭を使いなよ。あんまりがっかりさせないでちょうだい。その力では何も守れん。出直してこい。ふぅ、終わった終わった。これが両天秤の大抜き。しかと目に焼き付けておけ。よく頑張りましたね。ですがあなたの負けです。大したことない想定内、夢でも見てないグッドナイト。ね、はい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 。渦巻きナルトは最強だってばよ。サスケ、こんな戦いは終わりだ。時間の無駄だったな。これが私の実力よ。勝負あったな。まだ努力を続けて、もっと強くなってみせます。やるな。だが相手が悪かったな。弱い。話にならないな。